こんにちは、京都タワーです。今日は友達と晩ご飯を食べに京都まで遊びに来ました。京都で今日何食べるのかな。友達がなんかトルコから来た友達が久しぶりに関西に来ているようなので、それで一緒にご飯を食べることになりました。待ち合わせの場所までこのまま歩いていこうかな、せっかくだから。さあ、皆さんの新しい新年明けてどうですか。今年の日本語を勉強する目標は立てましたか。多分ね、新しい1年が始まると、私もそうなんですけど、新しい本を読んでみたり、なんか新しい音楽を聴いたり、新しい場所に行ったりすることが増えると思います。日本語の勉強も新しい教科書を使ったりとか、なんかそうですね、例えば新しいコースを取ってみるとか、なんか新しい私のおすすめの YouTuber 今度紹介しますけど、いろんな日本語の先生もいらっしゃるので、なんかそういう違う授業、あれ、タクシースタンドってどこ、待ち合わせ場所よくわかる。とにかくね、新しいこと、みんなに始めてほしいなと思います。なんか京都でした。京都、ここもう見えない、京都っぽいですか。京都っぽくない、あ、こっちか、そこに後ろに京都駅があります。見えるかな。というわけで、皆さん今年も日本語の勉強一緒に頑張りましょう。見てくれてありがとうね。バイバイ。